動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格請負人の藤本源氏です。さあ、今回も藤本の格論をお届けをしてまいります。今日のテーマはですね、学習性無力化に注意をというテーマでお届けをしてまいります。私ですね、今、大学院の二つ目を、の大学院を通っているというところでございます。現役時代はですね、早稲田大学の教育学部からそのまま早稲田大学の教育科研究科というところに行きました。まあ、本当は博士まで行く予定だったんですけども、まあ、修士の途中でちょっと心折れてですね、まあ、鬱になって、まあ、しゃあなくですね、修士で終わらせて、学校教員になって、みたいな形をやっていたんですけれども、どうしてもですね、私の中には心残りだったところがありまして、まあ、それがですね、もう一回ちょっと大学に戻りたいな、みたいなところ、ちょうど受講生の方がですね、大学院進学を目指していらっしゃる方が多いということで、自分も社会人として仕事しながら大学に通ってみたいということで、今、北大の公共政策大学院、まあ、法学部の上にあるやつですね、そこに通っているというところでございます。順調にですね、今、大学院の修士2つ目を取るべく通っているわけなんですけれども、ちょっとですね、1年通っていて、あることに気づいたんですよね。それが何かというと、学習性無力感というのをまさに実感しているところでございます。この学習性無力感というのは何かというと、教育心理学の世界でよく言われている概念で、人間でですね、なんか学校とかで学ぶにつれて、だんだんですね、あ、自分は大したことないんだというところを覚えていってしまうと、それによって無力感をどんどん重ねていくという、そういう考えが学習性無力感というものですよね。これイメージで言うとですね、例えば中学校とか小学校時代にトップだった人が、進学校に行くみたいなイメージですよね。各位、私もそういう人間なんですけれども、私は兵庫の田舎では常に1番か2番しか成績取ったことがないと、といっても60日しかいない中学校ですからね。そこの中学校で、まあ、トップをほぼ取っていたと。そこから例えば東京に私は進学しまして、そこで中高一貫校に高校から入るというパターンでいくと、まあ見事にですね、上位の全く成績が取れずにですね、本当にトップだった人間がもう、まあ、しょうもない人間みたいになっちゃうわけですよね。そこからなんか上には上がいるんだなとか、なんか自分なんか無理なのかなみたいな、そういったところで結構くすぶってた時期が長いというところがあります。まあ、こういう経験ですね、意外としたことある方も多いんじゃないかなというふうに思っておりますが、こういうのがまさに学習性無力感、つまり勉強すればするほどですね、あ、自分なんか意味がないんだ、大したことないんだみたいに思ってしまうと。で、これ大学とかで結構いますね。例えば受験で一生懸命頑張って東大に入りました。そうすると周りが優秀な人しかいないと。で、本当にですね、首都圏で東大に楽々受かる人っていうのは割とおしゃれだし、なんかクールなんですよね。まあ何かというと、ずっと東京にいるし、勉強だけじゃなくて、まあ自分の趣味とか習い事とかでもなんか一芸を極めていると。こういう人は私も早稲田で出会いまして、例えば何かというと、自分が一生懸命努力して早稲田入ったんですけれども、例えば、本当のエリートって、まあ、中高一貫校とかで、入り、中高一貫校とかでなんか大学受験も難なくこなしながら、例えばピアノでコンテスト行ってたりとか、あるいは数学コンテストでなんか入賞してたりとか、なんかそんな感じの人ってやっぱいるんですよね。で、そういうの見て、あ、自分はもう育ちも良くないなみたいな、なんか自分なんか全然ダメだなみたいなことで、それが発奮材料になるんじゃなくて、あ、自分はダメなんだみたいな感じになっちゃうと。これ意外とですね、勉強できる人に多かったりします。あ、もっと勉強しなきゃいけない、自分は全然ダメみたいなことで、どんどん無力感を持っていってしまうと。だから人間、勉強すればするほど実はやる気を失っていくって現象ってやっぱあるんですよね。で、これ私もですね、社会人の方にですね、塾とかやっている中でも気づくことでもあります。ある意味謙虚さの表れなんですけれども、自分なんか全然ダメだからもっと勉強しなきゃいけないみたいな。でも他の人より相当実力あるし、知識もあるんですよ。でも、なんか自分なんかダメだ、全然自分は意味がない、みたいな形で、ますます勉強することになると。その結果ですね、セミナージプシーとか行ったりしますけれども、セミナーに行って、結構いいとこまで行くけれども、自信が持てない。だから似たようなセミナーにまた行く。結構いいとこまでも行く。でもやっぱ自信がない。別のセミナーに行く。いいところまで行く。でも自信がない。みたいなのをぐるぐる繰り返してしまう。まあそういった方結構いらっしゃったりします。すべてに共通するのは学習性無力感。で、私も、大学院2個目行っていて、結構それを実感しています。特にですね、私が通っている北大公共政策大学院というところは、私がこれまであまりめちゃくちゃ詳しくはないですね、法律学とか行政学とか、まあ、そういった分野の大学院なんですよね。で、私どちらかというと経営学であるとか教育学、社会学みたいなのが得意なんです。だからその法律とか、例えば政治学とか、あるいはその行政学、官僚制みたいなものっていうのは、結構
構私苦手分野だなって入って気づいたんですよね。でその結果として何があるかというと、あ、自分なんか全然ダメだなみたいなことで、だから勉強にはどんどんなるんですけれども、なんかその無力感が重なっていってしまっているなというところです。まあ、これがある意味謙虚さを学ぶというのはその通りなんですけれども、逆に言えばですね、もっとこういうことできたなとか、こういうイベントできたなとか、こういう展開の仕方ができたなっていうのも、なんか自分の中でセーブしちゃってたところがあるなっていうふうに思っています。というのをですね、今のタイミングで気づくと遅いよみたいな感じなんですけど、っていうのが今の私の状況でございます。まあ、ここから言えるのは何かというと、勉強するのは大事、でも学習性無力感に陥っていないか、やっぱ考えるべきかなっていうところですね。実は私自身、私の人生の中でですね、一番イケイケだった時期って何かというと、起業直後なんですよね。まあ、起業直後ってある意味、なんかやんなきゃいけないんですよ。だってやることないし、暇だし、そもそもお客さんもいない、売り上げもゼロ、嫁の紐状態みたいな状態なんで、なんかやんなきゃいけないと。そういう状態ってですね、例えば自分にできるできない関係なく、わーっとよくわからないイベントをやってたんですよね。未だに覚えているのはですね、フリーペーパー作成講座みたいなものを作ったわけでございます。これは何をやるかというと、フリーペーパーとかチラシとかを作りたい人をターゲットにして、6ヶ月間毎月ですね、まあ、結構優秀な講師を招いてきまして、それをですね、フリーペーパーの作り方、チラシの作り方を基礎から全部6回で学ぼうみたいな、そういったものです。当然私これ教えられないと当たり前ですよね。だってです。最近塾始めたような人間なんで専門性がないと。まあだからですね、編集者の細川さんであるとか、未だに関わりがありますけれども、カメラマンの鹿野太一さんとか、そういったところ、優秀な人を連れてきて、その人たちにセミナーをやってもらう。で、私も受講生代表みたいな形で勉強する、みたいなのをやったわけですね。これうまくいくかどうかも正直わからない状態の見切り発車だったんですけど、まあうまくいったんですよね。まあ赤字ではあったんですけども、自分にとってみては、初めてやった連続講座にしては、まあ、上出来だったなというふうに思います。来ていただいた方からもアンケート評価もすごく良かったっていうところがありますし、私も未だにそこで、来ていただいた方とはつながりがあったりもするわけですよね。で、これって何かというと、なんかやんなきゃいけないってことでできる関係なく、とりあえず挑戦してみたっていうところですね。で、その結果として6回の連続講座も、なんかめちゃくちゃ利益にはなんなかったし、どちらかというと赤なんですけれども、とりあえず行うことができたと。これ例えばですね、今の自分でやれたってちょっとあんまやりたくないなって思うかもしれません。まあそれが営利、それが収益性を考えてっていうところもありますし、あとはですね、やるところのめんどくささとか大変さも分かっているから多分やらないって方向になっちゃうと。で、これがまさに学習性無力感みたいなもんですね。何かというと、今勉強してる側だから別にこういうのやんなくてもいいし、なんか言われたらどうしようみたいなことで、やっぱやんなくなっちゃうと。だから、学習性無力感って本当に気をつけなきゃいけないなっていうふうに思います。これ特に勉強してる人こそですね、陥りやすい概念なんです。特に勉強すればするほど人間って謙虚さを学ぶというところもあるんですが、逆に言うと勢いがどんどん削がれていくというところがあります。本当の企業でイケイケの人って実はあんま勉強してないんです。だから聞きかじったものでいいから、その知識を使いながら、走りながらとりあえず考える、他の人の力を借りながら形にするみたいなのが割と企業家で多いタイプなんですよね。だからコツコツ経営について学びますとか、あるいは大学院で修士2年間できっちりと体系づけて学びますみたいな形と企業って実は相性悪かったりするんですよね。MBA とかだったら多分別だと思うんですけれども、ね、だから何が言いたいかというと、勉強するのは大事、でも学習性無力感、あ、自分なんかダメなんだみたいなことになってないかを気をつけるべきだということですね。で、私結構早稲田大学っていう大学が結構好きでして、早稲田のいい文化っていうのは中退して一流みたいな、そんな文化があるんです。まあ今はちょっと違うかもしれませんけれども、実は早稲田大学って出身の人よりも中退の人の方に優秀な人が多いと昔から言われています。起業家の人もそうだったりもするんですけれども、一番有名なところだと寺山修司さんとかですね、作家とかライターの人ですと結構早稲田大学中退って学歴の人が多いです。で、私の先輩にあたる寺山修司さん、早稲田教育学部の先輩なんですけれども、その人なんかそうですね、要は天才歌人という名前を欲しいままにしたところで早稲田大学の文学、教育学部に入ると、文学部じゃないんです、教育学部に入って、そこで国語国文みたいなところでずっと研究をすると。ただその時にですね、ちょっと体調不良等で入院が長期間に入ると。で、その入院の生活の前後あたりからテレビとかラジオの仕事もやるようになって、結局大学は中退になるという人だったりするんです。で、それは何かというと、在学中から勉強しながら自分で結果を出していって、そちらの方で評価されるから別に卒業はいらないみたいな形の人で、こういうのは早稲田のある意味優秀な人の一つの条件なんですよね。早稲田大学の卒業生であるタモリさんという人が、タモリさんがいますよね。
タレントのタモリさん、その方もですね、実は早稲田大学の第一文学部を卒業してるんですけども、中退の方がかっこいいで中退を名乗っているという謎な人だったりします。なので中退とか、が一流扱いになると、でちゃんと卒業する人ある意味二流人材みたいになっちゃうというところですよね。だからそれは非常に面白い文化だなと。でもこれは何かというと、学習するということであるとか、大学での学びというものにある意味無力感を持たずに自分の仕事に生かしていると。だからそういう意味合いでそういう人を評価する文化があるのが早稲田の面白いところだと私は思っています。今日の、ね、結論何度も言っていますけれども、勉強するのは大事でも学習性無力感に陥っていないかを注意しましょうというのが本当に今回のポイントでございます。特にですね、これ勉強好きな人本当に多いです。勉強好きな人で学習性無力感に陥っている人結構たくさんいますんで、なんか自分なんかダメだなとかなってないかなって気をつけてみていただければと思います。そういう風になった時どうするかというと、まあ無茶なイベントやってみるとか、無茶な行動してみるっていうのがおすすめです。で、私もですね、ちょっと学習性無力感を陥ってたところがあって、結構新しい企画とかを、あ、どうせ無理だなみたいな形でセーブしてたところがありました。これ良くなかったなと改めて反省しています。だからですね、私自身も新たな、挑戦を、今後やっていきたいというふうに思っております。具体的にはですね、起業直後に考えていた、社会人の方が文章を学べるような機会、まあそういったものをですね、いつか作ろういつか作ろうと思いながら何もやっていない状態なので、まあ、これを形にする、それが本当に私の学習性無力感を打破する一つのポイントかなというふうに思っているところでございます。どうぞ学習性無力感気をつけて見ていただければと思います。こういった形の情報発信定期的にやっておりますので、もっと見たいという方はいいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄から LINE 登録、メルマガ登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。